さあ、お手洗い済んだのですぐ出発です。軽く屈伸もしてね。長崎のコンビニもあるんですね、ここ。さあ、出発です。先週だったら確実に大寒波に巻き込まれてもっと大変な思いしたと思う。てか、あの予定が多分ぐちゃぐちゃになる。予定通りに行かなかったと。ある程度今回も予定決めているんですけど、それどころじゃない。道の駅とかそういうところでも絶対にもうずっと待機してないと雨になっちゃうぐらい。よかったよ、本当に助かった。4.1メートルの高さ。横景色えぐいわ。ここすっごいね。作ったっていうのもなかなかまたすごいと思うし、いやすごいね。狭くなるの？
そちらへお回りくださいって行けるのか。行けないやろ。高速もすごいとこ作ってんね。マジか。来て初めて分かった。いつのとこに作ってる。衝撃だった。国道8号ってすごいんだね。柱があるのってどういう工事になるんだろうね。いや、それが気になる。あの東京の方のなんだっけ、ホタルだったっけ、ああいうところも海の中にあるでしょ。どういう海になってんだろう。駅あり
とこで景色いいんだろうな。いや普通に民家みたいなとこあるんだよ。すごいね。民家あること。この先もまた海沿い走るのかな。あの左は旧道っぽいですね。昔あそこ走れてたの。今は柵があってもう走れないけど。うわあそこ行ってみたいな。スパーランドのさ、なんだっけ、スチールドラゴンがさ、あそこ横海じゃないですか、太平洋ね、こんな感じっすよ、横海横海見える、めっちゃ高いみたいな。いやすごいね。いやこれはね、新潟来たらここを運転しないとダメだな。なんかオンパレードだし、断崖絶壁オンパレードだし、すごいね。この横のさ、この廃道マジで見たい。うわー怖
これは見たいな。これいいね。これ歩けんのかな、夏とか。夏じゃなくても今。でも柵になってるのはいけないわ。なんだ、つまんないの。久々に信号見てよ。
走ってんのは新幹線なんでしょうか。新幹線っぽいね。松本白馬っていう文字を見た。ここでまさか見るとは思わんわ。そんなすぐ行ける距離じゃないでしょ。松本なんてめっちゃ下だよ。
写真撮れるね。最高。さあ8号線ですね。今回ちょっと時間をしているのでバイパス走ります。この先走行する車線にご注意ください。9度です。めっちゃあったかい。8号線にまた戻るんですね。
1両
回行けんのかな、それ。気になるな。こういう時寄りたいのにな、予定が入っちゃってるからな。船が止まってる。船が止まってるんだけど、そう、なんか、あれは陸に上げてんのかな、この船。完全に船のお腹見えてたもん。なんとか丸。
海ないじゃないですか。だからほら、めっちゃめっちゃこう身入っちゃいますよね、海。海見れるだけですごく幸せさを感じるというかね。川しかないからさ、昔ながらの道のはず。うわ、味ある、いい感じだったよ。わあ、いいね、いいね、味あるね。
ありますい川から上越に変わりました。上越、もう上越イコール僕は上越新幹線っていうフレーズが出る、上越そのフレーズが出るな。電車でこうで運転したかな、確かそんな記憶ある。あるんですけど、あれは歩行者道路なんですね。おそらく旧道だと思うんですけど、旧道なのかな、なんとも言えねえ。なんかトンネルがめちゃめちゃ古い感じがして、なんか旧道っぽいような、気のせいだったらすいません。さあ道の駅が近くにあるみたいですね。ちょっとここは流れが連なってますね。おお、カンガルー、カンガルーの性能をここで見る。あらだち、おお、海テラーズあらだち、だいぶ運転してるよ今日。今日は145キロ今のところ。まだまだ走るんだけど。景色いいな。
お、海近いよ、また。一生見てられる。作り鉄道っぽいっすよね。配線跡なのかな。分からんな、これ気になる。後で調べてみようかな。あのトンネルの形状鉄道だもん、普通に。色で目的地ですね。だいぶ運転してきてるよ。140キロくらい運転してないか。150キロか。トータルで150だけど、120キロくらい。富山の関西公園からなんで。これはきっと急線だな。今ねナビちらっと見たら鉄道見えた。絶対そうだよ。今ほら右にあるけどさ、鉄道がちょうど分岐してる感じだったもんね。新しくトンネルっていうか新しいところを作ったんだろうな、きっと。ってことは結構歴史のある鉄道区間じゃないですか。いつ使ったのかわかんないけど、そういうことだろうな。
さを感じるわ。普段ほぼ運転しないところだから。いいね。走れるんだったら走ってみたいな。自転車歩行車道って書いてあるから自転車走っていいんだ。夏は走ったら楽しいんじゃない。夏というか雪がない時期ね。春夏秋いいね。でもね、ここに来るまでが大変なんですよ。まず新潟は高速使いたくない人間なんで、下道がいいんで、余計にでも遠く感じる。
側のオレンジ色みたいなとか別荘なのかな。まあこの風から風を避けたいあの竹の感じな見れないなあんまり。これ駅だったんだろうな、この辺鉄道の駅だったっぽいね。明らかになんかロータリーみたいな感じの設計だったもんね。何鉄道なんだろうな、気になる。ついに海沿いから内陸に行きます。158円、富山とあんま変わらんすね。
れてるとさ、プレハブって意外と安いんだね。一番奥のやつ36万円とかいだろう。安いね。36万か。倍の大きさ？一回り大きくて。税込み。輸送費だけだよね、あとは。輸送して。で、中に何もやらないんだったら別にそれでいいけどさ、そこにエアコンつけたりとかするとまた、いろいろ大変なんだろう。電気つけたりとかね。電気は正直言っても、俺はあってもなくても自分で買ってるけど、キャンプ用品ね、たくさんあるから。5車線じゃん。すごい。おお。なんだ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 。あ、なるほどね。除雪してるんだ今。ナイス連携プレー。ああやって運ぶんだ。いやいや守りだわ。昔高山もこんな時ありましたよね。もうとんでもない量降って、片側車線な。見にくいな、これ出るときは。
の車はいいよね。あの車幅を普通に運転できる。壁見にくさすが豪雪地帯。